していってね。今回も有害駆除です。本編の前に、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。投稿者のモチベーションが上がるので、よろしくお願いします。では、始めていきます。このポイントは通るかどうか微妙な線でした。しかし、踏んでいる形跡もあるし、通ってはいるのですが、通り始めたばかりかな、という場所でした。足跡もそこまで大きくなく、小型のものかな、とも思っていたのですが、結構読み通りでした。仕掛けて1週間程度での結果です。暴れ回っていますね。今回は前後編同時アップです。ぜひ、そちらの方もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。